10月からは医療費の2倍化をしようとしています。こんな冷たい政治はありません。私は国会で3つのことをやりたいと決意しています。1つは暮らしに希望を作るということです。今本当に物価が高くてみんな困っています。物の値段が上がってコロナで借りたお金が返せないという板金業を営む方、先日はスーパーの前でもやしも卵も光熱費も上がってもう削るところがない、こういうふうに訴えをされました。皆さん、ところが岸田自民党公明党政権はこの値上げを作り出したアベノミクスに反省することが